こんにちはでは P26 ページ3「ケツの時代」とは本能のままに生きた時代、えっと、ここの3番4番5番6番7番で解説しています全部読めるかなまず最初のケツの時代は 地縄文時代昼の時代ともいい定時時精神文明の時代です。すちょっと早く読みますね。多分、意味かかんないから。この時代は埋質の雨ユという太陽のような役割をする光線見えないエネルギーによって心を成長させる定時精神文明の時代で楽しく生きることが目的でした。 また、物質エネルギーが満ちあふれていたため、地縄文時代の名の通り、地に自生する豊富な植物や木の実を採取したり、狩猟や魚介類を取って食料にしていたため、働く必要もなく、所有とか貯蓄とか,貯蓄,とか蓄えるという概念はありません。貯蔵ですね人々は心豊かに平和で楽しく、 遊んで自由奔放に暮らししていましたつまり本能のみ,のみで生きた時代です。このののの時代の象徴がエデンの園の世界ですなおアマテルス大神はこの時代に作られ日本に来られた神様で日本神話や宗教はこの時代に発生し次のその時代に手を加えて作り変えたものです。 このケツの時代に余ったエネルギーをその時代にも使うことになります。そして、エネルギーはお金に換算できますので、お金が出現してくるのです。4. その時代とは 4. 負の時代その時代は、地・弥生の時代、夜の時代ともいい、定時物質文明の時代です。 この時代の2500年は今まで私たちが過ごしてきた時代ですので馴染み深い時代だと思います。夜の時代というように右右光線が当たらなくなり前のケズの時代のエネルギーをつく使って生きる時代です。限りある資源を有効に使わなければ新たなエネルギー生産がないためにエネルギー不足を起こし使ったら減るという法則が生まれました。入ることは得 出ることは損、一旦出てしまったらいつ入るかわからないから貯めておく。その経済学のもとは入ることばかりに目を向ける入力の概念です。自分のものと他人のものははっきり区別することが始まります。昼の時代と異なり夜の時代は暗闇の世界ですから月の時代のように自由奔放というわけにはいきません。国民を日本丸という一つの大きな船に集めて、 後悔に出ました先導は神様つまり先祖たちです。その時代は自分というものがなく全て先祖にコントロールされ振り回された時代です。各々のの考え方の違う人々が同じ筆で共同生活を営むわけですから自由は許されません。それは日本だけではなく地球上どこでも同じです。エデンのその時代はその時代から見たら。 悪の権下で、もうぜの十回なる掟ができました。日本でも法律というルールや、礼儀作法、しつけを含めた教育が必要になりました。しかし、精神エネルギーが欠乏すると、下心のついた欲が出て、競争社会になります。食料が少なくなると、戦争になります。当然、弱肉強食になり、力の強い人が勝ちとなり、格差が生まれます。 先導である神様も元はといえば人間ですから、好き嫌いがあります。自分の言うことをよく聞き、自分の言いになりになる子、地上の人間は可愛いものです。この時代の思想は苦労ですので、本人も苦労が大好き。どれだけ多くの人々をどれだけ多く苦しめたか、多ければ多いほど先祖は喜び、先祖にうまくごまを吸った人が可愛がられて出世し、 多くの報酬を与えられた時代ですつまり本人の能力とは全く関係ないのです。その祖という時代もそろそろ終わろうとしています。土船は次の王の時代の昼の右右光線が当たり始め、溶けて沈み、船頭も一緒に沈みました。五、今は時代の移行期転換期。 今の移行期はこの章の1で挙げた変化の大部分をこの時期に終わらせなければ次の時代に移れません。忙しいんです、今、めちゃめちゃ。そのため、今まで経験、体験したことのないさまざまなことが私たちの身に起きています。まず、この時期は今までの祖の時代の世の中のルールとこれから始まる王の時代の宇宙のルールの両者。 相反するルールが混在していてそのルールで動いている人とすでに王のルールに従って動いている人と二分化されており両者の生き方は真逆になっていますので混乱が起きていますさらに今までうまくやっていたのにここに来て急にうまくいかなくなってきたと戸惑っている方が多いのではないでしょうか家族夫婦友達学校会社宗教全部そうです それは個人的なことであれ、政治、経済、事業、経営、家庭、教育、対人関係健、健康など、あらゆる面においてです。それはなぜなのか、第2章で詳しく紐解いていこうと思います。今は第1章読んじゃいます。6. 王の時代とは、自分らしく自分に楽しく楽に生きられる時代。 これから始まる王の時代とは、天縄文時代、昼の時代ともいい、工事、精神、文明時代です。天縄文時代の名の通り、これからは天、つまり宇宙、空間のエネルギーを活用していく時代です。月の時代は、地、縄文時代で、力のエネルギー、つまり食料を木の実など採取していましたので、天と地の違いはここから来ています。工事、精神、文明とは、月の時代の、ごめんね。 定時精神文明よりもさらに高度に右右合成によって心を大きく成長させる霊的進化の時代です。霊的進化については後ほど詳しく述べます。時精神文明のの象徴としてこの時代は、 情報や知恵の価値が重視され、無から有を生み出すことができる時代になります。宇宙には豊富なエネルギーがありますので、使えば使うほど増える、いわば内での小づ現象が現実になるのです。さらに今、水星が銀河から一度に数千兆円というお金のエネルギーを地球に運んできていますので、お金のエネルギーが上がるために物価は下がります。従って外は逆の出力経済に移行します。 使えば使うほど増えるとなると使うのが楽しくなりますね。さらに時代が経過すると衣食住は全てタダになりお金も消えます。そうした夢のような状態になるのはずっと先になるかもしれませんが。また神様や潜望園の方々はその時代のように人間を操人形のようにコントロールするのではなく、 人間は自分の魂の記,憶記録に基づいた人生を歩みそれを補佐してくれる役割に変わりますので自由に生きられる時代になります。そして私たちにとって何よりも嬉しいのはこれからは自分の魂の記録で自分が自分らしく生きられることすと全ての人の記録の中に自分しかできない根職つまりあなたがこの世に生まれる何のために生まれてきたのかという役目が記されているのです。 ちょっと長くなるからここで一度やめます。わかりましたまた読みますね。